この曲を歌っているとなんだかとってもお腹が空いてきます。 また今日も牛タン食べたいです。それでは次の曲に行きたいと思います。今日お昼みーちゃん何食べたんだっけ？麦ご飯とスープと牛タン食べました。ね、仙台の牛タン美味しかったね。みたいよ。今日夜何食べたいの？牛タン。牛タン？また牛タン？ハギの月もいいね。あ、ハギの月もね、食べたいよね。仙台に来たからせっかくね。うん。あと仙台の名物食べまくろうじゃないか。あれは？羊羹食べたい。羊羹、あ、そうね。ま、白松が羊羹食べたいね。おお。あとは、ね、肉味噌は肉味噌。食べたいです。肉味噌食べたいね。じゃあ、主催者の小笠原さん、肉味噌じゃないや。小笠原兄さん、今日の牛タンお願いします。それでは次の曲に行きたいと思います。天使に触れたよ。Thank you.
次は新曲を用意してきました。はい、頑張りました。途中ソロ回しがあるので応援をよろしくお願いします。この曲はアニメ軽音一期の最初のオープニングテーマになった曲です。それでは行ってみましょう。輝けガールズ。Thank you.
ここで恒例のクイズコーナー、イエーイ。今日の私たちのこの衣装のコンセプトは次の3つのうちどれでしょう。1番アニメ軽音の主人公たちが通う学校の制服、2番映画軽音のエンディングテーマのコスプレ、3番お父さんの趣味、どれでしょう。今だと思う人、今だと思う人、3番だと思う人。正解は2番の映画軽音のエンディングテーマ、シンギングのコスプレでした。それでは見てください、シンギング。Bye.
曜日に栃木県大田原市で野外ライブに出演します。よろしくお願いします。それでは次が最後の曲になります。皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。You and I。ありがとうございました。パワフル。